皆さんこんにちは、月 TV 月パパです。本日は7月12日なんですけれども、ユニクロ×アレキサンダーワンコラボ発売日ということで、早速発売日当日に購入してきました。今回のコラボレーションはユニクロで人気のエアリズムとアレキサンダーワンのコラボなんですけれども、去年2018年秋冬にヒートデックともコラボレーションしてるんですけれども、そっちも何枚か購入したんですけれども、今回はエアリズムということで早速購入してまいりました。まあ、アレキサンダーは簡単に、すごい簡単にシンプルに説明すると、知らない方のためにも、ニューヨークのブランドで台湾系アメリカ人のデザイナーのアレキサンダー・ワンさんなんですけれども、もともとバレンシアガでクリエイティブディレクターしてたりもしてて、すごい若手で注目のデザイナーの一人です。まだブランド立ち上がって10年ちょっとぐらいだと思うんですけれども、もうすでに世界中で大人気のブランドで、すごい洗練されたデザインが多くて、ちょっと都会的なイメージですね。個人的には都会的なイメージで、ストリートっぽい感じだったり、スポーティーな感じで、黒のイメージが強いですね。黒っぽい感じの、本当シンプルなオリジナル。もう本当 T シャツとかでも数万円します。もうバッグとかも、本当10万円前後とかします。割と高級なデザイナーズブランドです。ただユニクロとコラボして、まあヒートテックの時もそうでしたけども、非常にお買い得に購入できましたんで、早速ご紹介していきたいと思います。今回4点購入してきたんですけれども、3点は今回のコラボ商品で、1点はユニクロのこの今回のコラボ T シャツに合わせたいスウェットパンツを購入してきたんですけれども、ご紹介していきたいと思います。まずは色違いで同じやつを2点購入してきたんですけれども、こちらです。じゃん、クルーネック T シャツです。エアリズムとアレキサンダーワンコラボです。こちら価格は1500円でした。袋こんな感じです。一応ブラックとホワイトを購入したんですけれども、カラー展開4色で、これの他にブルーとオフホワイトがありました。早速開けてまいりたいと思います。こちらです。じゃん。まずはホワイトカラーの方なんですけれども、XL を購入しました。特徴としては今回表地がコットンで、裏地にエアリズムが採用されているそうです。ハイブリッド素材になってます。今回初めてですね、普通のエアリズムとは全く違います。で、一応裾に、左裾のところに見えますかね、アレキサンダーワンとロゴが入ってます。で、普通のエアリズムと違ってこの首元のところも折り返しになってて、この幅広になってるんですけども、より T シャツらしくなってて、普通まあエアリズム皆さんインナーで着ることが多いと思うんですけども、普通にまちぎとしても着れるようなデザインになってます。で、まあなんといっても機能性もバッチリ入ってて、吸放湿機能とかドライ機能とか接触冷感機能とか、抗菌防臭機能がついてます。で、今回割とゆとりのあるシルエットになってるそうです。普通エアリズム割とぴったりしてると思うんですけども、今回のコラボレーションで割と1枚でも着れて T シャツっぽく着れるように、シルエットはゆったりシルエットになってるそうです。ただ割とあのいつもユニクロの U のコラボとかと違って、割とつるんとしてエアリズムがベースになってるんで、綺麗めな感じで着れるんじゃないかなと思います。こんな感じです。ちょっと黒もご紹介したいと思います。もうアレキサンダーワンといえば黒が代名詞みたいな感じなんですけれども、割とブランドが始まった時は黒が多くて、一旦いろんな、カラフルなカラーも増えたんですけども、また最近は今年の春夏のコレクションも黒が多かったですね。黒色がこちらです。じゃん。動画じゃなんとも普通の何の変哲もない T シャツだと思うんですけれども、こちらも左下の方に裾にロゴが入ってます。表地コットンなんですけども、若干光沢があるような感じで、滑らかな感じで綺麗めな雰囲気が出てます。 U とかの厚手の生地っていうより少し洗練されたつるんとした感じです。綺麗めな T シャツって感じです。で、もう一つ購入したコラボアイテムがこちらです。じゃん、ボクサーブリーフです。こちら990円に消費税でした。これは黒と白と、これもオフホワイト、ブルー、ダークグレーの5色ありました。
僕は黒をとりあえず1点買いました。こちらです。じゃん。こちらはウエスト部分にロゴでアレキサンダー1と入ってます。ものすごい肌触りいいです。柔らかくてすごいストレッチが効いてます。こちらも先ほどの T シャツと同じで表地コットンで裏地にエアリズムついてるそうです。これももう防臭抗菌だったり吸放湿素材だったりドライ素材になってるんで、すごいもう春夏今からの季節にはぴったりだと思います。こちらは M サイズ購入しました。セットパンツの下に履いてみたいと思います。そして今回購入してきた4点目がこちらです。じゃん。ウィーメンズのスウェットパンツです。レディースのスウェットパンツです。こちら1990円でもう多分レディースの定番のスウェットパンツなんですけれども、カラーがグレーとブラックとブルーとネイビーとあるんですけれども、僕はこれ黒買ったんですけれども、1990円で素材はコットン 74% ポリエステル 24% でできてます。裾に向かって若干細くなってて、裾はこんな感じでリブになってます。これはサイズ展開は一応 XS から 3XL まであるんですけれども、僕はレディースの L サイズを購入しました。では早速合わせて着てみたいと思います。じゃん。いかがでしょうか。僕178センチ、72キロぐらいなんですけれども、上はアレキサンダーワンコラボエアリズムの XL サイズですね。下はレディースのスウェットパンツの L サイズです。下買うときに気をつけたのは、あんまりぴったりなりすぎない、ここがあんまりぴったりしすぎるとちょっと気持ち悪いんで、若干ゆとりあるぐらいがおすすめです。で上は少しゆとりあるサイズを購入されるのをおすすめします。ただ体型細い方はアレキサンダーワンって割とそんなビッグシルエットっていうより体型に合った感じでシュッとした都会的なデザインなんで、僕はちょっとお腹出てるんで体型隠しじゃないですけども、ゆったりサイズ購入したんですけども、スタイルいい方はスタイル通りに購入してもかっこいいんじゃないかなと思います。いかがですか。まあ、ほんとシンプルにここにアレキサンダーワンって入っててミニマムなデザインで非常に個人的におすすめです。ほんと何よりほんと肌触りがいいですね。ボクサーブリーフなんですけれども、ちょっとこちらです。今少しウエストの部分見ていただきたいんですけども、まあ、こんな感じでほんと少しこれレディースなんで少し腰履きした方がいいと思うんですよ。股上が浅いんでなんで、でこのチラ見せじゃないですけども、たまにこう、まあ、見えようがないかなと思うんですけども、チラッと見えた時にこう、このボクサーブリーフが、ここのアレキサンダーワンが洗練されたロゴが見えるのがおすすめです。でこのボクサーブリーフエアリズムなんですけども、本当この接触冷感ですかね、使ってるんで本当ヒヤッとしました。これなんで夏とかは本当いいんじゃないかなと思いました。では次黒着てみたいと思います。アレキサンダーワンといえばブラックです。じゃん。黒です。いかがでしょうか。本当どうですか。アレキサンダーワンらしい雰囲気が無地なのに出てくるという、すごいですよね。やっぱこのブランドの力というか、このシルエットとかもやっぱこだわってるんだと思うんですけども、いかがですか。これも黒も XL サイズ買いました。なんかこうやってオールブラックでも半袖で素材的にもつるんとしてるんで、まあ、夏にもいいんじゃないかなと思います。とてもシンプルなんで、あのリングとかネックレスとかブレスレットとか、まあ、時計じゃないですけども、さりげなくちょっとアクセサリーとか入れるとまた割といいんじゃないかなと思います。まああえて何もつけずに本当にドシンプルにいくのもおすすめです。まあこれに少しボリュームのあるスニーカー持ってきてもいいですし、バンズのスリッポンとか無地の黒のローテクなスニーカーとかシンプルなスニーカーとかもおすすめです。どうですか、もう夏本当このままいいですよね。前回ヒートテックのアレキサンダーワンのコラボは、まつぎでもおすすめしてあったんですけども、実際に外着するのはちょっとどうかなって感じだったんですけども、今回のやつはもう本当表地コットンなんで全然まつぎとして着ていけるかなと思います。まあこれにジャケットとかシャツ羽織ってもいいし、 U の T シャツとかよりきれいめな感じなんで、ジャケットのインナーにするにはこっちの方がおすすめかなと思います。ぜひ皆さん、あの動画の説明欄にもリンク貼っておきますんで、このスウェットパンツもリンク貼っておきますんで、ぜひ見てみてください。これ本
当レディースのスウェットパンツなんですけども、おすすめです。ストレッチもものすごい効いてます。ということで本日いかがでしたでしょうか。アレキサンダーワンユニクロ、ぜひ週末気になる方は店頭に見に行ってみて、試着用の袋から出てる商品もあったんで、ぜひ着てみて、この、まあ、サイズバランスちょっと気をつけてもらって、少しゆったりめで、下割と細身で、でもぴったりなりすぎないように、皆さんぜひお買い物行ってみてはいかがでしょうか。シンプルに着こなしてかっこいいです。ということで、定期的にファッションコーディネート動画やファッションニュースの動画を上げてますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。